いやー、なんかちょっとネトマさんやらかしちゃったっぽいですね。もう笑うしかないっすわ、ほんとね。臨時アップデートでちょっとお茶濁そうっていうことがね、まあありますんで、ちょっとそちら紹介していきましょう。1時半から次回メンテナンスまで実施しますと。はい。で、毎日ルビープレゼント15個と鍵50個。うん。で、イリスのプレゼントボックスにあるから忘れないように気をつけてください。多分今もう受け取れると思うんで、あとチャック確認しますね。で、スピーダンジョンスケジュールが、毎日、メンテナンスまで毎日二次確率アップが7時から20時。散らばった破壊の力、激レア黄金の部屋、虹の迷宮、破壊の聖域、欲張りミルクが24時間オープンで1日、3回3回5回1回3回とできるということになっております。で、破壊の聖域はいつも通り3回チャージまで、3日分3回チャージまで可能ですと。はい。で、7時から14時でログインしてると、星5から6の召喚券もらえるよ。やったね。で、19時から4時にログインすると、高級解放石召喚券がもらえるぞ。ユー!やったー!ふざけんな!ごまかしてんじゃないよ、ほんと。まあ、なんだろう。あの、アプリアップデートの、審査って iOS めっちゃ厳しいらしいんですよ。うん。だから、まあ、別ゲーになっちゃうんだけど、デスティニーチャイルドっていうゲームがあるんですけど、DMM 版つってパソコン版と、なんだろう、パソコン版と、あの、アプリ版って、もう違うものなんですよ、ほぼ。絵が違うんですよ。パソコン版の方が絵がエロいんですよ。はい。なんかそんなことがあったりとかして。まあ、ナイツだと、まあそういうのはないと思うんで、まあ、なんか一回ね、シルビアの衣装が変わったりとかしましたよね。まあ、あんなのくらいなんじゃないかなって思うんですけど、シルビアの衣装ね。まあ、結局元に持ったよね、バステと。元に持ったよね。うん。まあ、ちょっとよくわかんないっす。iOS の、審査っていうのは。うん。で、まあ、いろんな人の動画見て、まあ、ジンさんは、この SP ボードガチャが問題なんじゃないかと、いう話をされておりました。でも、それって現行システムの話なんで、まあ、今回追加されるシステムっていうのが、どういうものなのかって、俺たちはわかんないから、だから一概に SP ボードと言えるのかなーっていうところがあって、もちろんね、可能性はあるです、あるです。まあ、SP ボードなのかなーっていうのと、あとはまあ、なんていうのかなー、まあ俺審査に出したのが遅かっただけじゃねえかっていう風に思ってるんですよ。前も一回あったじゃないですか、ギリギリになって、まあ、なんとか間に合いました、みたいな、させ、なんとか間に合いました、みたいな、いうのがあったんで、まあ、遅れたんじゃないかなって思うんですよね。だって、ね、これ、最初から、無理かもって、ね、やってたじゃないですか。メンテナンスの予定、過去仮、つって、無理かもしれません、みたいな、って考えると、まあ、ネトマが遅かったんじゃないのっていうところが、まあ、俺の中では、まあ、一つの見解なのかな、これは。まあ、見解って言っていいのかな、これ。まあ、俺の考えです。はい。なんか非常に残念だなーって感じ。ただ俺、今日、ラッキーだなーって思うのは、昨日休みだったんだけど、今日俺夜仕事なのね。だから、アップデート出遅れることはないな。ラッキーみたいな。俺的にはね。
ただその先は分からんけど、うん、まあね、みんなにとっていいっていう風になることは絶対ないと思うから、まあ誰か損すれば誰か得するものだと思ってるんで、まああんまりこらとも言えないし、ラッキーとも言っちゃいけないんだと思うんだけど、まあそこら辺も含めてちょっとなんていうのかな、動向を見ていって、今後ね、まあ、僕たちはこのセブンナイツというゲームを愛し続けられるかどうかっていうところを、まあ天秤にかけていけばいいんじゃないかなと思います。今の時点で僕はムッとムムッとイングリッド待ってたのにっていう、まあイングリッドかどうかわかんないですけど、待ってたのにっていうところではあります。あ、今めちゃめちゃ苦しんでんで、アリーナやっぱり何か変えたいっていう気持ちはやっぱ強いんですよ。なのでそれ考えると、まあちょっと辛い、辛いっす。でも逆の側面で言えば、今のパーティーのまあセット装備をまあ鍛える、で苦しいから逃げ出すっていうところをまあ自分の中ではまあ抑制できるのかなと。まあ結局苦しいから逃げちゃってたらね、次勝てるかどうかは保証もないんで。なので俺は今すごい苦しいから、まあ吐く縛って、あのメンテの期間が伸びたっていうことを、俺は自分のパーティー強くしろよって言われたんだと思って、まあ、やっていくしかないかな。そういう気持ちを持っていかないと正直言ってやってらんない。うん、だ気持ちの持ちようなんで、まあみんなにこういう風に思えとは一切思わない。俺はこのゲームを楽しいと思ってるし、楽しみたいからそういう風に考えるためだけで、みんながどっちに触れるかっていうのは俺には強制もできないし、まあまあってなだめることぐらいかなって、声上げてくれた人に対して、うん、だと思うんですよ。うん、なので近くでね、そういう風にまあギルチャとか荒れたりする場合もあるじゃないですか。まあそういうことあった時にはまあフォローしてくれる人がいたりしたら、いいなーっていう気持ちですね。こういうのでなんか勢いでやめるってなっちゃう人もたまにいるんで、まあそれはもったいないなと俺は思うんですよね。それは非常にもったいないと僕は思います。なのでもうちょっとね、まず余裕を持って、動向を持って、まあ1日2日遅れたぐらい、まあどのぐらいわかんかわかんないけど、何日か遅れたぐらいじゃ何も変わらんというか、うん、まあそのぐらい我慢しようと。ただどのぐらいの詫びがもらえるのかは楽しみだなっていうところですかね。200ルビーと俺は予想します。これでイングリッドまた10連引けます。でさらに言うと、月曜以降になれば月曜の報酬をもらった上で引けるんで、初回のねやつを、これはもしかしたらビッグチャンスかもしれないって思うのもまあ一興かなと思います。まあ俺は能天気なのかもしれないし、他のゲームもやってるから、まあ、こんなこと言えんだよって思う人も多分たくさんいると思います。確かにその通りだと思います。はい、でもまあどのゲームもね楽しんでやっていきたいんで、楽しくなくて他のゲームのが面白ければまあやめちゃうんで。でも僕2年1ヶ月何も変わらずゲームを続けてきたのって多分初めてなんですよ。でこれからもやりたいなって思えるゲームも初めてなんですよ。みんなが
少しでもそういう風に思ってもらえるような、まあ、動画作れたらなっていう風に思ってるんで、まあ今日は、まあ、俺も運営さんに対しては、どうなってんのって気持ちはもちろんあります。でも、確実に運営さんがミスってます。はい。だから、まあ運営さんから、まあゲーム続けてもらう、もう俺たちにゲーム続けてもらう上でのそのお詫びっていうのが、まあどんなもんなのかっていうのを、まあ期待するわけじゃないけど、まあそこを見て、まあもしかしたらそれでね、自分が持ってないキャラ引き当てることもできるかもしれないしね。うん。まあプラスにね、考えてやっていきましょう。プラスに考えろとは言ってるけど、俺は別に運営を擁護したいわけじゃないんで。プレイヤーの気持ちをなだめたいっていうだけなの。うん。運営なんか擁護しないっすよ。そんなの。うん。金もらってやってんだからね。うん。というわけでね。今は、この、開いてもらった。開いてくれた。開いた。お詫びで開いた。このね、ダンジョンでね、しっかりと集めて、SP キャラに備えて参りましょう。というわけで、ルールカでした。ではまた明日お会いしましょう。バイチャー。